ゲカさんのステージを任せていただきました。一人で MC までだった。ありがとうございます。見逃した方はぜひ YouTube に上がってるので見てください。今日 YouTube のね、カメラも入れたのでそのうち上げたいと思います。あとさ、昨日ね、ユーピンクリップ発売したんですよ、新色で。実は私まだ手元に完成形が確かないくって、実はちょっとこのまだ試作で試してたこの真っ白のやつしかないんだけど、そういえばなんかこういう配信のやつなんか塗ります。これね、ちょっと白いですけど、中身は発売されたやつと一緒です。でも今日ちょっと元の色がついちゃってるから、ちょっとね、電気が黄色っぽいからちょっと待ってね。前回出た1番よりも柔らかいピンクで普段使いしやすい色になってます。前のは結構発色が良かったので。でもね、めっちゃ可愛いよ、これ本当に。こんな感じ。ピーチっていうカラーなんですけど、そう、可愛いでしょ？粘膜ピーチっていう、もともとの唇の色っぽく見せてくれる色になってて、こうやって見るとパッと見、こっちが前回出たやつで、これが、まあちょっと違うか。そう、まあこのショールーム見てる方にコスメ好きがいるかちょっと定かじゃないけど。タワー、ありがとうございます。おしゃれさん、ありがとうございます。こんな感じ。上が1番、今まであったやつで、今回出たのがこっちの2番。これちょっと薄っぽい、使いやすいピンクって感じです。こっちが前回出たチェリー、さくらんぼと桃って感じじゃない？なんとなく めっちゃ可愛いんだよ、超おすすめ。前回のがもしちょっと発色強すぎるって思ってる方がいたら、ぜひ今回のこっち、今持ってる、私はもう、いつからこれ使ってるかな、もうでも何ヶ月も前からこのリップもう試作が上がってたので、結構いろんなところで使ってるんですけど、普段はこのピーチだけでもいいんですけど、分かりやすい？この違い。そう、今ピーチだけ塗ったの、昨日発売ので、このもともと持ってるこの1番を真ん中だけポンポン塗り、ごめんね、 TGC の感想とか言いながらもコスメの話してるけど、これをね、こうやって、ちょっとしゃべるのが普通で分かんないかな、こうやってこの真ん中だけ塗るの。そしたら勝手に簡単にグラデーションみたいになって、なんかね、この真ん中だけちょっと角入れて、ちょっと分かりづらいね。まあめっちゃ可愛いんだ。この塗り方でよくテレビとか結構、あ、まゆきさんタワーありがとうございます。闇おじさんもタワーありがとうございます。そう、だからね、1番持ってて気に入ってくださってる方は、ぜひこの2番も、ちょっとこれ白いんだけど、この使い方超おすすめです。ぜひ1200円以内で、1100いくら、ちょっとこれ落としていい？つきそうだから、ちょっと待ってね。1100円ちょっとでお試しいただけますので、よかったらぜひ。他にもいろいろ試作どんどん考えておりますので、一旦リップが出ましたが、あとね、アイシャドウが、そう、LDK っていう雑誌、本当に辛口系の雑誌で、なんと、これがメイク落としなのか。メイク落としじゃない、これ、汗拭きシートだ。これメイク落としじゃない。絶対に汗拭きシートだった。あれ？私、メイク落としどこ行ったのかしら。ちょっと持ってくるから待ってて。
今日はちょっとカラオケはしないと思います。なんかね、実は喉の調子と鼻の調子ちょっと体調も崩したりなんかしてたりして、今めっちゃ元気なんですけど、ちょっと鼻の喉の調子があんまり落としてきました。こんな感じです。この画面で見るよりもっと発色してました。おしゃれさんタワーありがとうございます。おかげさまで。もうちょいこの見た目より発色します。ぜひ。そう、 LDK っていう雑誌でユーピンクのアイシャドウが受賞したんです。名人。これもう結構底見えしてる。嬉しい。やっぱ自分の好きなものを好きな人に届くだけで嬉しいけど、やっぱちゃんと評価されても嬉しいですね。嬉しかった。私たまたま普通に雑誌見てて、そしたら急に出てきて、私そのユーピンクの担当の方にこれってどうしたんですかみたいな言ったり、それはもう本当に向こうの方が独断で選んでくださったやつっておっしゃって、嬉しかった。アイシャドウも楽しみにしててください。新色いっぱい、いろいろいっぱい、いろいろあれしてますんで、考え中ですので、ぜひぜひ。まずはこのピーチのねリップも本当に使う人選ばない、普段使いしやすい、もうピーチって感じの粘膜ピーチですので、ぜひ。あれ、なんか変なことになって、ちょっと待ってね。あ、ダメだ、まあ、いっか。アンレームもちろんいました。今日オープニングアクトでアウトオブ48で来ま、え、ミントちゃんタワーありがとうございます。クマだ、かわいい、ありがとうございます。みんな使って嬉しい、ありがとうございます。アンレームは見ましたよ、真横から見れました。アウトオブからデビュー決まった7人が今日ね TGC で初ステージ、初デビュー、オールスター合唱バトル。そうなんですよ、私まだリハ行けてないんですけど、ツイッター見たらなんかリーダーでした知らなかった頑張ります。平成フラミンゴさんは会えなかったです。裏ではひーちゃん会えた、あと誰あったか、あ、村重がめっちゃ廊下の端っこから笠木さんって言ってて、あ、もう絶対村重だって分かってあとね、生駒ちゃんも廊下で会ったし、あとスカイピースのお二人も別々ですれ違う、エリー会えなかった、あとナコも会えなかったです。そう、そんな感じでした。楽屋がね全く別で、私は今日一人の楽屋だったので。そうなんですよ、今言った方たちだけかもしれない、ちゃんとお会いできたのは。スカイピースの二人、ああお久しぶりですみたいなでしたね。あと本当に誰にも会わなかった。ああとメルル、めっちゃ久しぶりにメルル一瞬遠くで会って、ああみたいな、本当に優しい、わざわざなんか座ってたのになんかああみたいなやってくれて、めっちゃ可愛かった。そのぐらいかな。あとはそうですね、本番前にちょっとだけ MC のすみさんと、あと EXIT のお二人と、お久しぶりみたいな、凛太郎さんが声かけてくださったりとかでしたかね。私ほんとワンステージとか1回しか出てなかったので、前後で、前後の出番が近い人だけありました。いい思い出です。本当にいつかランウェイ TGC ランウェイ歩くの夢だったの、まさかこんな AKB16 年目で出れるなんて。しかもちゃんめっちゃね、ゆきりんっていうねボード持ってくれたり、うちわ持ってくれてる方とかも、あと出た時も結構なんかわーって声めっちゃ不安だったんですけど、あ、ちゆきさんタワーありがとうございます、嬉しい、わーって言ってくれてめっちゃ嬉しかった、安心しました。
多分ファンの方も頑張って来てくださったり、ただなんかツイッター見てたら、私湘南美容、あの SBC 湘南美容外科、湘南美容クリニックのステージだったんですけど、なんかその元のやつ私見れてないんですけど、なんか湘南美容のステージにアイドルが出るみたいな、なんか確か書いてあったらしくって、私知らなかったんですけど、そしたらなんか湘南美容のキャラクターをされてる方がいらっしゃって、別にその名前言っちゃいけないとかないと思うんですけど、がなんかその方が出ると思ってわざわざ会場に来てた方がたくさんいたみたいで、めちゃくちゃ申し訳ない。皆さんは知らないですかその話。私終わった後すぐ気になってさ、ツイッターでゆきりんって調べてたらさ、え、ゆきりんなんだけど草みたいになってて、え、何と思ったらなんか湘南美容のキャラクターを、そう、男性アイドルの方、そう、その今書いてくださってる、そう、これあんま切り抜かないでくださいね、本当に渡辺さんっていう方が、方がとかもそんな、方がとかじゃ、そう、キャラクターをねやってるみたいで、アイドルだからもう絶対その方だってなってたみたいで、めっちゃ申し訳ない。でも会場は全然優しかったです、本当に全然わーみたいな、キャーとか、めっちゃ近くとかで可愛いとかめっちゃ声聞こえてめっちゃ嬉しかったんだけど、終わってから嘘だろってなって、申し訳ねーってなって、でもさ湘南美容の方もさ悪気ないじゃん、だってさ湘南美容の出てるアイドル、まあ一応ね現役アイドルだからさ、私のことをアイドルって書いてくれたらさ、そんなことになっちゃっててさ、マジ申し訳なかった。多分会場来て、わざわざ来てた方もいたみたいで、申し訳ねえ。でも私も別にシークレットじゃないからさ、私は別にもともと出ること言ってたから、まあこんなとこで言ったって届かないと思うんだけど、申し訳ねえ本当に。みんな近くにそんな人がいたら謝っといて代わりに申し訳なかった本当に、すまんね、申し訳ね。でもわかる、だから気持ちがめっちゃわかるというか、私もやっぱアイドルも本当に好きだから、自分例えば会場来てなくても、え、もしかして自分の推しが出るかもと思って、もうワクワクドキドキソワソワしながらさ、出るかわかんないと思いながらさ見てた時にさ、マジでまず性別も違うさ性別も違う人が出てきて、えってなってさ、アイドルかみたいになってさ、めっちゃ気持ちがわかるからさ、マジで申し訳なかったな本当に、申し訳ないわね。私他にも多分、申し訳ね、ごめんね、そうとも知らずさ、ドンキにさハートとか言ってて気まずいでも全員がそうじゃないから、全然誰も悪くないよね、本当に申し訳ない。でも全然そんななんか悪口言ってる人とか一人もいない、なんで柏木由紀なんでふざけんなとかも一個もなかった、全然、待って、ゆきりんわらみたいなめっちゃ気持ちわかる、私だってそう思うもん、自分がそうだったら申し訳ない。でなんか出る時間とかもね、 TGC って発表しないから申し訳なかった。でもめっちゃ気持ちわかると思って、その人たちの気持ちになったら、申し訳なかったな、ね、すいませんでした本当に。なかなかね会えない人にたまたま会えると思ったら嬉しいよね、それは、うん。これは TGC の現場でいただいた玄米茶です申し訳ない。でも本当に私としては念願の夢が叶って、しかも後輩と共演、一応同じイベントで共演できたので嬉しかったです。やっぱ夢は口に出したりしてみるものですね。本当にいっぱい、結構なんかやっぱ目標とか夢とか無理と思っても、出演は結構ね1ヶ月以上前には決まってたんですけど、2ヶ月前ぐらいかな。ここで言ったことで言ったら浜田歌謡祭とかもさ、ここで多分ショールームで
なんか出てほしいみたいなコメント読んで、出ます出たいみたいな、いつも見てて面白いみたいなこと言って、後にさ2回も出させていただいて、劇場今月出ます、今月出ますよ、後半です、だいぶだいぶ後半ですが出る予定です、一応ね、予定であります。あ、情熱大陸、そうなの、情熱大陸はもうずっと言ってる、昔から夢でも、情熱大陸で密着されるほどのことしてないから、だってもう浜田歌謡祭も出れたでしょ、あと TGC も歩かせていただけて、それこそカンコレでもね MC やらせていただいて、あとまあコスメブランド立ち上げたのも、そう立ち上げられたのももう夢だし、あとね美容雑誌かファッション誌の表紙もう絶対無理だけどいつかね、夢だな。あと言ってない、そうね、写真集じゃない感じの本とかね、始球式は何回かあるんですよ昔、情熱大陸夢、あとみんなが私に、あー、あとフェス系ね、音楽フェス出たい、ロッキンとかサマソニとか、カウントダウンジャパンとか、 NGT では一回出たんですけど、 AKB で出たこと、あ、東京カレンダーも違法知らせ、カバーアルバム出したい、確かにいいね、あ、みんなのが覚えてる、エッセイね、文章書くの、まコスメ本いいね、スタイルブック、そうなんですよね、アメトークのあっち側ね、確かに、 あとまあ CM もね、まあまあなんかあるけどないみたいなもんだしな、徹子の部屋も AKB で出させて、あ、ラジオ、あ、オールナイトニッポン、オールナイトニッポンは昔 AKB でやってたけど、やっぱ今もっかいオールナイトニッポン出てみたい、でも24時間もうそんな24時間テレビに AKB 全体じゃなくて個人として出させていただけるなんてのももうありえない、嬉しすぎる話、いっぱい嬉しいですね、皆さんも私にやってほしいこと、見てみたいものあったら言うだけ言ってみてくださいラジオはね、オールナイトニッポンやってみたいし、番組が今ちょうどないのでラジオ番組は欲しいな、おしゃべりするの好きだし、サスケは絶対無理、余裕で落ちる、余裕でダメ、オールナイトクロスね、 NGT の子もねオールナイトクロスやってた、新曲のタイミングでオールナイトクロスできないの、やってみたい、酒のつまみね、でももう2回出させていただいたんで、え、2回?3回出てるか、酒のつまみ、ありがたいですね、あちこち踊り、確かに、でもそんな喋るほど私はあんま普段何も考えてないから難しいな、ディナーショーやりたい、逃走中出たことない、でもなんかすぐ捕まりそうって話を前にしたかもプロフェッショナルね、プロフェッショナルじゃないしな私、この日のためにソロコンももちろんやりたいです、あとまあ、一回前やったことあったけど、恋愛リアリティショーのやっぱ MC とかゲストをやりたい前アベマのセカンドチャンスウェディングっていう番組、ケンコバさんとやらせていただいたんですけど、益若つばささんも一応一緒 MC だったんですけど、その当時なんかちょっと休養されてて一緒にはできなかったんですけど、そうちょうどねバチェラーをね見終わって、今ちょっと熱量があるもので、そうなんですよ、簡単よ一つ選ぶのおないよ一緒に行こうよ君が、モニタリングね何度か出させていただいてますけどね、この前もうこんな話していいのか分かんないけど、あの24時間テレビの夜も引っ張れの時に小泉孝太郎さんが私の前に座ってらっしゃったんですけど、あ、
ニューヨークの2人が司会の恋愛リアリティショー出たいんだろうな。もう最高、分かりすぎてる。始まったんですよ、私が前好きだったニューヨーク恋愛市場の後番組、さらばさんと。あれも出てみたいな。何の話？あ、そうそうそう、小泉さんがわざわざモニタリングありがとうございましたって声かけてくださって、優しくない？私がモニタリングのさ V 出たのなんか結構前ですよ、もう4月とか。ラビットロックもね、ラビットのスタジオだ。あ、ラビットのロケとスタジオ出てみたい。それもある。めちゃくちゃお優しい。でもね、ブラマヨの小杉さんも初耳学でご一緒させていただいた時にモニタリングありがとうって言ってくださって、みんな本当に優しいです芸能界優しい方ばっかり。わざ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 それを覚えてて、別番組で一緒になった時にわざわざ声かけてくださるってめちゃくちゃ優しいですよね。ラビット、今日桜会えなかったです。時間が多分全然違ったかも。呼び出し先生田中ね、マネージャーさん一緒ですから。K-POP 関連の仕事、確かに TWICE 大好き。でも TWICE さん好きだから、 M ステで前衣装のお話とかもねやらせていただきましたからね。この日のために考えたよ、うちを選ぶ。カウントダウンコンサートもやってみたい。でも Yes or Yes 君の気持ちわかんないよ、早く答え。S さんは AKB のマネージャーさんです。一応チーム4担当かな。確かにみんな結構テレビ見てる。君が決めるの好きなように、ロケ番組ね。この前なんかナレーションのお仕事もさせていただいて、演技好きじゃないけどナレーションのお仕事結構難しいけど好きなんですよね。楽しい。この日のために考えたよ、どっちを選ぶ。でも Yes or Yes、声優さんの声のお仕事は全然、声の演技は上手じゃないんですよ。最近バラエティ番組で初共演した方、え？難しい。全然いると思いますけど、ちょっとすぐ思い出せない。皆さんの方が分かりそう。でもこの前の浜田鈴木亜美さんとか初めてだったんじゃないかな。めっちゃテンション上がった。ピントギャーザピントギャーザ、ホワイトキーもいい曲なんだよね。カウントダウン TV フェスのセトリ、あ、そうですね。あ、見取り図さん確かにこの前初めてご一緒させていただきました。カウントダウン TV フェスは考えましたけど、結構カウントダウン TV 側からの要望とかもあって、割と AKB のこと知らない方にも分かる感じのセットリって感じになってる感じになりました。ホワイトキスしてうん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 。ビルボードライブいいな。ちょっとさ、サラダ食べちゃおうかな。で、一旦さ、充電していい？ちょっと一旦切ってもいい？一旦切るけどすぐ戻ってくるから、一瞬皆さんすぐ更新してください。少々お待ち。はい、戻りました。すいません戻りました。
待ってて。TGC の現場でさ、いただいたの。これを今日は食べよう。じゃーん、サラダ。さっき実はなるちゃんと S さんとかき氷も食べてきたんだけど、そう食べたんだけどさ、かき氷なんてゼロカロリーみたいなの。サラダ坂川確かに。うわー、なんかね、珍しげのサラダだった。なんかナムル系、もやしとか、あと砂肝入ってる。あとこれも入って、なんかあの穀物系も入ってる。かき氷は今日魚上カフェっていうね、もう大人気すぎるからもうこれ以上紹介したくないぐらい大人気なところ、秋葉原の近くのね、期間限定なんだけど、ヒミカっていうメニューがあって、なんかヨーグルト系と蜂蜜クリームチーズ蜂蜜グラノーラ系みたいな、なんかわかるかな、想像できるかな、と柑橘系みたいな、私それがもう大好きで、ごま油系の匂いする、やばい、絶対美味しいに決まってる、こんなの。ウッディ欲しい。あ、嘘じゃん、フォークついてた。ってことはフォークで食べるのが正解なんだ。手拭きます。そう、鼻水すごい出る。やっぱちょっと風邪だ。エリーさ、そう、私のさリップあげるよっていうのにさ、絶対に買うんだよ。でもこれついてるけどさ、なるべくこっちの方がいいよね。なぜかって、なるべくゴミを出さないために。わー、すごい、おしゃれサラダだ、やったー。ごま油の匂い、いただきます。うまっ、うますぎ。味しっかり系だ。塩とごま油にちょっと酸味が足されてる感じな気がする。おいしい。うん、今日出てるモデルさん乗せてた、みんなケータリングのところにありました。おいしい、顔美味しそうじゃない。あ、チョレギみたい、それ正解、チョレギの味です。すごい、砂ずり、砂ずり、お、うまっ。ネイルバリリミューの3番やばい、これは美味しい。最近アイスめっちゃ食べてる。ジャイアントコーンとなんだっけ、ハーゲンダッツのクッキー&クリーム大好き。もう大根も美味しい。スタバの新しいフラペチーノまだ食べて飲んでないの。芋でしょ、ほんと。うん、焼肉屋さんの味する、チョルギにこんななんか砂肝。ミュージッククエストは瀬戸利は、うん、基本考えつつ、ランランランとか前しか向かねえとかはミオンが考えてくれたかな。
だらしない愛し方は私のご利用しです。おいしい。鳥人間コンテスト出てません。なんで？うん。今年はスイカ。何個も食べた？うん、でも5ぐらい。母ちゃんがね、誕生日プレゼントに2玉くれたんで、おっきい赤いのと黄色いのもくれました。めっちゃ美味しかった。マックのさ、月見もめっちゃ楽しみじゃない？マックの月見待ち、今絶対美味しいに決まってる。あんなのそう、靴下さっき脱いだけど持ってくる。待って、今日の靴下はこれ。よいしょ、食事中に失礼します。今日の靴下これ、ニューヨークさんの単独の時にゲットしました。虫の息っていう単独ライブ見に行かせていただいた時のグッズ。なんかおじいちゃんになってるかわいい。これを今日履いていきました。でももう脱いでた。うん。誰かと思った。うん、おじ、めっちゃ良くない？おじになってるのかわいい。 AKB の新曲、ダンスが好き。ここがむずい。こっちの手がめっちゃむずい。振りが大好き。おじニューヨークかわいい。エンジェルさん、もう一個だけ紹介させて。どんだけどんだけなんてところなんですけどさ、これも見て。オッケーです、キャップグッズ可愛くてなんかいっぱいゲットしちゃった。これはね、嶋佐さんのギャグ、オッケーですっていうギャグがあるんだけど、それのそれのやつそう、可愛くない？なんか愛おしい。可愛すぎ、可愛いよね。でも今なんか買えない、売り切れっぽかった。オッケーです、キャップ、はい、かわいいの。グッズおしゃれ、かわいいのいいよね。欲しい？欲しい。え、なんかみんなめっちゃ欲しいってなってる。かわいいよね。ケケミのグッズより潜水、わかる。なんか T シャツもジャーナルスタンダードとコラボしててめっちゃおしゃれだった。おいしい。ステージ飛び降りてのふり、ステージ確かにいつ被るん？ミュージッククエストのフェスの日に被っていたよ。最近一番ハマってるもの何？いやでもやっぱバチェラーだいぶ熱かったです
信州いいよね、うん、福岡半身の優勝ご褒美は結構いろいろ買って、明太子とか、あとマネージャーさん同行したからマネージャーさんの分とかも買って、うん、サンラータン食べました。バチェラーの推し、え見てない人全然わかんない、ごめんなさい。うわむっずい、バチェラーの推し、まあでも最後まで残ってた真央さんがだいぶ素敵でしたね。ツッキーも美女がめっちゃ可愛くて好きだったな。でもやっぱ最後大内さん選ばれた人ももちろんよかったもんね。三日月のクロワッサンめちゃかった。今日またユーピンクのお渡し会で、来週かな福岡行きますよ。またあのサンダータン食べたいな。ラーメンも美味しいけどサンダータンめっちゃ好きなの。マホさんじゃなくてマジショックすぎた。わかる、マホさんかと思ったよね。あ、まくりってお店だ。まくりってお店のサンラータンめっちゃ美味しい。確かに結構意外と量あった、これ全然なくならない。一番好きな食べ物は風化です。めっちゃまんじゅうも美味しかった、食べました。クロワッサンはプレーンとシナモンとアップル買います、よく。最近よく聴く曲は、まあトゥワイスもちろんよく聴きます。あと水曜日のカンパネラ、なんか固まった、でも治ったかも。なんか止まったね一瞬、すいません、わかんない、電波かも。だけど全然似てないね。I've been married andドラマ見てない。ああのね、マジで久しぶりにっていうかめっちゃ珍しくネットフリックスでドラマ見た、韓国のセレブリティっていうやつ、めっちゃ面白かった。本当に珍しく一気見した。なんかまあちょっと前に流行ってましたよね、出遅れたっぽい。でセレブリティ面白くて、なんかマスクガールみたいなのも流行ってるっぽくて、途中まで見たけどちょっとバイオレンス系で一旦途中で止めちゃいました。テレビリティ面白かった、なんか身近なというか、日プー見る、さっきもう見た、プロデュース101の日本の女の子版ね、もう曲上がっててパフォーマンスさっき見ました。アウトオブフォーテイト推しが、そう中村優香ちゃん嬉しい、今日も可愛かった。でも佐藤ちゃんも本当に可愛いんだよね。ドラマは出ません。何食べてんの今日ね、 TGC でいただいたサラダのさばきね。アウトオブはでもちょこちょこ
毎回出ることはないんですけど、ちょこちょこまだもうちょい、それこそ今日とか初ステージに見たりしてるの、ちょこちょこ出る時もたまにあるぐらいですね。劇場で見てました、ロビーで。いろんな推し遍歴、確かに YouTube でやろうかな、私の推し遍歴。推しを変える歴じゃなくて、推しの歴、遍歴っていうのか、こう今まで推した人を全員言うみたいな。あ、ケンタッキーって見て、ケンタッキーも食べたいと思ってたんだった、私 YouTube でケンタッキー食べてる YouTube、 なんかこの前深夜に見てから、めっちゃケンタッキー食べたいんだった、そういえば。うん、うん、推しの話取れますね今度。最近食べて美味しかった麺は、あのもちもちのさ焼きそば、なんだっけ、部屋内もちもちの焼きそば、あっぱれでいただいたんだけど、お腹いっぱいになってきた。もちもちの焼きそばなんだっけ、知らないのよ。もっちっち、それ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 、もっちっち、これ美味しい。昨日の夜もさTGC のさもっちっち食べちゃった。でも水分ないからいいかなと思って、もっちっち食べちゃいましたね。うんうん、の四角いやつ、縦長のやつ、あれまた止まった、更新してみてください。戻った？戻んないかな。塩分でめっちゃむくんじゃうの私。うん、たまに固まっちゃうね、ごめんね。よし決めた、今日はもうこれ食べたら急いで麺をこの食べて、調理も終わったら急いでそのままメイク落とし、メイク起こしてそのままお風呂に入って、明日の準備をして、マジで早く寝よう、もう決めた、絶対にそうする。昨日ちょっと夜更かししちゃってさ、決めました。ダラダラする前に今日は絶対にメイクを落としてお風呂に入って、また準備をして、あーでもな、確認して覚えなきゃいけないことある、それはベッドでやろう。
決まり。これから楽しみにしてる仕事は、明日合唱の練習ある。ゆいちゃんがいたらゆいちゃんに会える、久しぶりに。あとは、福岡行くのも楽しみ、ゆーピンク。あと、再来週ぐらい、撮影もある。楽しみ系の。こんな感じかな。でも一旦、今日の TGC が終わったから無事に。気持ち的に安心。ナーミンとあんたけちゃんもいるかな。どうかな。あ、ゆいちゃんは横山のゆいちゃんです。TikTok もな、始めたいんだよな。なんかね、私の本物みたいな TikTok があるから。これ、なんか寝浜ですよっていうのも申し訳なくて。ちゃんと本物が始めたら、偽物が本物じゃないくなるかな、みたいな。あれ本物じゃないですよ。はい。高見さんお話しました、金スマのあとちょっとだけ。私じゃなくてね。でも動画はね、なんか上げてくれてるの全然いいんだけど、配信してる人になんかね、ギフトとか投げてるみたいで、めっちゃ DM で配信者の方から、さっきはギフトありがとうございましたみたいなの来るんだよ。なんか喜んでるから申し訳なくて。だから TikTok 始めたいけど、でも30代で TikTok であんななんか可愛いダンスとかやってんのちょっと恥ずかしいかもと思ってやれない。めっちゃ見てんだけどね TikTok。 ハリーネーブルのやつはラビジュールの下着のやつ。いや、ギフト投げてるの全然良くないよ。だってさ、その子たちは言ったら私がお金払ってると思ってるわけじゃん。でもさ、中身どんな人、お、めっちゃ、もう逆にさ、めっちゃ子供が無理してるかもしれないしさ、どんな人が中身か分かんないけどさ、うん、それでさ DM とかでやり取りしてさ、じゃあ応援してる、今度会いましょうとか私のアカウントの人が言っちゃってさ、私かと思ってさ、変なことになったら嫌なんだよね。うん、だからそれが心配でちょっと困ってるの。みんな本当に本物だって信じてるから、ギフト投げられても本物って信じるってことは、多分 DM 来ても本物だと思うじゃん。それかもしね、もし仮に悪いこと考えてるおじさん、おじさんって決めつけんのよくないけど、大人にさ TikTok やってる若い子供がさ騙されちゃってさね、もうめっちゃ心配なの私。だからそれをこっちが本物だよってするために始めたいんだけど、あっちが有名になりすぎてて私が始めてもあれに追いつけない気がする。もし始めるってなったらめっちゃ拡散してくださいね。お願いします。ね。
イスちゃんが本物だと信じててやばい。ほらやばいじゃん。こうやってさ、共演者の方とかともしかしたら勝手に DM とかしてるかもしれない。困る、めちゃくちゃやだ。だからもし私が始めたら拡散して、あんまりなんかあれは偽物ですっていうのはなんかかわいそう、申し訳ないから、ゆきりんが TikTok を始めましたで拡散して、まだやるかわかんないけど。うん、マジネブルの匂いで私の心が、で一回ね、ツイッターで発信したんですけどね、 TikTok やってませんよみたいな。ごちそうさまでした。シュレッツはやってないの。71K って何人ぐらい？7万人ぐらいフォロワー。大人気。もうこのさ、ずっと変なこと書いてくる人通報するね一旦。あ、待って、見失った。この前裏垢でさ、昔通報した人のアカウントバンされてた。私裏垢で悪口通報してるからさ。見たらバンされてた、この前。なんかあの通知みたいなの来て、アットマーク何々はなんかアカウントを停止しました、ご報告ありがとうございましたみたいなの来てた。でも多分一人の意見だけじゃ多分バンされないの。だから私以外にもこのアカウント悪口すごい言ってるなって多分思って、いっぱい通報が来たから多分停止されたんだと思う。多分ね。やっぱね、心ないこと言う人多いからね、面と向かったら別に言ってこないのにさ、ネットだとバレないと思ってさ、みんな書くからね。ないです、皆さんはやめましょうね、悪口とか書くの。今日はいつまでするの？もうサラダも食べたし、8時だし、1時間したね、あとちょいかな。イヤリングかわいい、ありがとうございます。リボン私だかかに大人ブルー。あゆピンクにありがとう、かわいいって。バスケ始まるって言ってる。のうちじゃなくて今すぐが、うんうん、ショールームやるように言われた。うん、ショールームやるようになんて一回も言われたことないですよ。え、心が限界を迎えた時はどうしたらいいですか。うん、限界を迎える前に限界を迎えさせてく、限界をむ、ぐちゅ、感じた。限界を迎えさせる理由があるも根源を取っ払います。心が限界を迎えるほど我慢しなきゃいけないことなんて世の中にはありません。今すぐそのことか人か物から離れましょう。あなたがどんだけ頑張って心が限界になっても誰も責任は取ってくれないかもしれないです。でもあなたがその場を離れても別に責めてくる人はいません。だってあなたが心が限界を迎えてもその人は責任取れないんだから。
メンタルやばい、わかる。なんか最近メンタル弱ってる人によく出会う、本当に。なんかまあ夏休み、なんだろう、時期なのかな、すごいね、わかるよ、すごい会う、出会う、いろんな界隈で。どんな感じ？どんな感じ？別に悪気ない。メンタルがもうどうにもならないとかさ、もういわゆる病んでるっていう言葉はあんま良くないけどさ、心が限界になるってどういう感じなんだろう。私は本当にあんまりなったことがない。まあでも何にも期待してないからね、私は。何も期待しない、何もいい想像をしなければ、裏切られたとかうまくいかなかったとか、なんでこんなことにってなんないからね、何にも考えないの。成功しますようにとか、失敗するかもとか、あーこうだったらいいのにとか、こうだったらやだとか、何にも考えない。でもこれってあんまり別にみんなに聞く方法じゃないっぽい。だって私のお母さんも私の考えとかいろいろ言うと、自分の娘じゃないみたいって言われるもん。特殊なんだと思う、食欲がなくなったこと。もうめちゃくちゃさ、コロナとかでしんどくてもさ、めっちゃ韓国料理とか食べちゃう。何もかもやばいな。まああるか、なんか忙しすぎると確かに元気なくなるかも、さすがに。ちょっともう、あとさ、なんか同じ境遇の人が少ない時もしんどいよね、ちょっと。同じさぐらいしんどい人とかさ、同じような悩みを抱えてる人がいるとさ、自分だけじゃないと思えるけどさ、ね。でも私はもうやっぱめっちゃ特殊で、中3からこの AKB に入ってるし、小学生の頃からネットめっちゃ見てたから、世の中に変なこと言う人がいるってもう小学生の時に分かってたの、私。そう、私のがとってもとっても大好きな尊敬するアイドルですらめちゃくちゃ悪口言われてたもん。だから、ああもう世の中には一定数こういうことを言う人がいるんだってもう小学生の時に分かってた。そう、しんどい時も寝れるって、そう、寝たらすぐ忘れちゃう。めっちゃくちゃブチギレてて、もう一生許さないって、こんぐらいブチギレてて、もう朝起きたら全部忘れちゃう。なんで忘れちゃうっていうか、怒りの100が本当に1とか0になっちゃう。どうぞ。なんでお酒なんか一滴も飲んでないよ今。一滴も飲んでない。メンタルね、だからさ、気にしなくていいよとかさ、そんな考えたってって言うのなんてさ、一個も言いよくないし。そう、だから強要もしないし、私も共有もしない。それはもう性格な気がする。ネット見ないっていうのも確かに全然あり。私はもう隅の隅からくまなく全部チェックしちゃうけど。そう、悟り、何も期待しない、何も考えない。そしたらめっちゃラッキーって感じになります、大体。友達になれた、嬉しい。B 型、確かに。なんかさ、英語4文字のさ、最近よく流行ってる性格みたいなやつ、わかります？ E なんちゃら、 AS な、 MB なんちゃらみたいな、あれがなんかもう何回やってもエンターテイナーみたいなやつになっちゃう。あ、何事も物事に執着するのをやめるといい。MBTI かも。
MBTI、 そうそう、それ何回やってもエンターテイナーになっちゃう何回もやってる。1ヶ月に1回とか、何、2週間に1回とか変わるかもと思ってやるけど、もう何回やってもエンターテイナー、うん、エンターテイナーと思った。そう、なんかそう、私のやつはもう明るいみたいな感じのやつそう、なんか結果変わ、そう、さえちゃんも結果変わるって言ってたんだけど、何回やっても変わんないずっとエンターテイナーうん、確かに向いてるかもしれない。こんばんは、こんばんは。会社だとストレス診断とかある。そうなんだ。そうだよね。そんなさ、やっぱこの仕事と違ってすぐ環境を変えられるとかじゃないさ、お仕事もありますもんね、もちろん。こうやってさ、なんか世の中に発信することも私はできるけどさ、みんながみんなそうじゃないしね、うん、ストレス耐性強そう。確かに、わかんないけど、どうなんだろうとか言ってるけど、すぐメンタルね。確かに、どうやってどうやってんだろうな。全然疲れてない、寄り添ってるの今みんなに。メンタルが弱いとかしんどいっていう人の気持ちになったらこういう顔になった今でさ、すいません、充電が 20% になっちゃった。ちょっと充電器挿しますね、お待ちください。よいしょ。なんか例えば今日約束してた相手が、ごめんやっぱ体調悪くなって今日また今度にしてほしいって言われたらさ、なんか大丈夫無理しないでねって送るじゃん。その時にさ、その顔になっちゃうの私。大丈夫、こうやって大丈夫無理しないでねっていう顔になりながら LINE 打っちゃうそう、それすごい自分でも思ってたけど人にもめっちゃよく言われる。なんか面白いこと打つ時って、わらとかつける時はなんかニヤニヤしながら打っちゃう。なんか顔に出ちゃうの。そう、でも今さ、グループに先輩いないのはめっちゃ大きいかもしれない。私本当に結局そう、年齢も歴も一番上だから、もうある程度本当に気使ってない、気使わなくてよくなったのはすごい大きいと思う。そうそう、あとはもう人に優しく人に優しくをモットーに。急に初見の方が AKB 大好き本当って書いてくれてる、ありがとうございます。先輩にやっぱ気使っちゃうね。今居心地いいけど、それは後輩が居心地よくしてくれてるだけだと思うから感謝ですね。寛容の心ね、確かに。それやっぱ優しい気持ちを持たないとアイドルもできないですね。だって握手会とかでもいっぱい意味わかんないこと言ってくる人いるけど、寛大な気持ちと優しい気持ちを持って接すればちゃんと対応できます。
優しい気持ち、仏のような心を持つことが大事です。妹に全部話す。いいね。私もめっちゃお母さんに話します。母がだいぶ大きいかも。全部聞いてくれる。そう、アイドルも大変なお仕事ですね。確かに。でもさ、結局なんかあったらさ、自分で選んで入ってきたんだろうって言われるじゃん。でもさ、小学生とか中学生でそんなさ、人生のことまで考えてさ、入ってきてないんだよね、多分みんな。私もそうなんだけどさ、絶対なんかあったらさ、自分でアイドルを選んだんだからみたいな、めっちゃ言われる。まあその気持ちも、言いたい気持ちもめっちゃわかるけど、自分のさ、小学生とか中学生の時のさ、胸に手を当ててさ、思い出してみてほしい。自分が一生その仕事をその時にするって決めて、なんかちょっとアイドル可愛い、好き、やってみたいって思ったのが、実はそんな十何年経ってさ、お前が自分で選んで入ってきたんだろうってさ、日本世界中からさ叩かれるかもしれないけど、それでもアイドルやりたいかなんてさ、中学生とかが考えられるわけないじゃん。だからもうそんなことは言わないであげてほしい。今自分で選んでアイドルになってたら、そりゃさすがにそんなことわかるけど、中1とかでさ、テレビでたまたま見た AKB とかアイドルを見てさ、かわいい、私もキラキラした服着てみたいとか思ってさ、入ってきたらさ、毎日のように知らない人から悪口言われたりさ、ねえ、そんなことまで考えられないし想像できないよね。えどの仕事もそうじゃん。大体の人はさ、もうちょっと大人になってから自分のさ職業決められるのにさ、アイドルはどうしても年齢早いからさ、でさ、それこそそれで金もらってるんだからとか言われるけどさ、多分最初にアイドルになる時にお金稼ぐ方法としてアイドル選んでる人なんか一人もいないと思うの。私だって、私そうだったもん。だってお金、なんかお金のためにアイドルになりたいなって小学生とか中学生が思うわけなくて、職業とか仕事にしたいじゃなくて、とにかくステージに立ってみたいとか、自分の好きなことをやってみたいとかじゃん。お金のことなんか1ミリも考えてない。お金なんかもらえるなと思ってなかったし、まず入った時これを仕事としてお金もらうんだなんて1ミリも思ってなかったもん、本当に。うん、だから若い子、アイドルなる前の子にいっぱいお話ししたいけど伝わんないと思う。そこまでは理解できないと思う。私があの時の中3の時に全部今の話されても、それでもやりたいって言うもん、絶対。よくわかんないから。よくわかんないと思う。そんなみんな、うん、まっすぐ純粋にアイドルやりたいっていうだけでみんな入ってきてると思うな。それだけで自分にファンができたら本当に嬉しいし、うん、そうなんですよ。子供にはわかんないですよ。そうで、こんなとこでこんな話しても意味ないんだけどさ。やっぱもう32になったしさ、16年もやってるとさ、そうだよねみたいな、分かることとか思うこと全部通ってきたからさ、なんか地方から出てきてさ、別に AKB がテレビに出てない時にさ AKB に入ってるし、そっからすごい忙しい時も経て、コロナとかですごく忙しくなくなった時も経て、なんか一番最年長になってみたいな、もう全部を経験しすぎて、そう、そして悟りを開いた。でも結局純粋にやっぱ、なんか今日も取材で言われたけど、なんでそんなに頑張るんですかみたいな、なんでそんなにアイドル続けるんですかみたいな、でももう本当にファンですみたいな、なんか
結局は何でもこれやったらファンの人喜んでくれるかなとか、これやったら絶対ファンの人楽しんでくれるだろうなみたいな、もうそれしかないですよね、本当に本当にそれしかない。だからやっぱ、うん、セトリ一つとかグッズ一つでも怒っちゃうし、それってもねファンの気持ちがすごいわかるから、やっぱファンそうなんですよね。でもさ平気で私ファンのこと悪く言っちゃったりするからそれは許して、本当にごめんね。でも本気じゃないからこそいるみたいなとこありますよ、バラエティとかでさ、ただのファンがとか言っちゃうけどそんなことだけで崩れる関係性じゃないってのを分かるぐらいみんなが示してくれるから言えるってのもありますね。本当に本当にそうですね。そう、推しとファンは似る、いや本当に、だからなるべく、でも優しいと思いますよ私のファンの皆さん、本当に。永遠にただのファンでありたいいやいや最高級の褒め言葉ですよ、ただのファンっていうのは嬉しい。ファンの方がいなかったら成り立たないわけですから、本当に。結局にゆきりん結婚願望あるって聞かれてる、いやもうあったりなかったりですわかんない、絶対したいも絶対したくないもないんですけど、でもなんかあんまやっぱ一緒に人と住むとか向いてなさそうだなとかやっぱちょっと思ってきちゃいましたね結構。うん、ありがとうございます。そう私結構だらしないからさ向いてない気がする、全然潔癖じゃない、あなんかね全然潔癖じゃないのに潔癖みたいなとこある、うん、まあ今はね一緒に住まなくても結婚っていう形もありますしね、本当に本当に。なんかアイドル長くやってると世間体とかなんか人の目とかあんま気にならなくなってきますね、それはすごい思う。もうすでに今の自分が歩んできた人生が普通じゃないことはもうさすがにわかるからもう今更普通を求めてもみたいなところありますよね。誰が何と言おうが自分が納得できればとかも思っちゃうよね。そう、そりゃさ世間体とか人の目気にしてたらさこんな年までさこんな感じじゃないよフフ自然体、確かに本当に裏表とかマジでないと思う、自分で言うのも変だけど別になんかそうですね、なんか例えば全然自分と分からなくても店員さんと話すとか知らない人と話す時でも割とこの感じなんで、うん、それもめっちゃ結構長く続けられる理由あるかも。なんかオンオフはっきりしてたら私は結構しんどいかもしんないけど、もうずっとこれだから別に YouTube がここで回ろうが回らないがもうずっと誰といつ喋ってもずっとこのテンションと喋る内容とかももう本当にずっと一緒だから、それめっちゃそうかもしれない、自分のままでそのままお仕事できてるっていうのはもうだいぶ大きいですね、うん、裏があってほしい、いや全然だからその性格診断みたいなのもずっとエンターテイナーになっちゃうんだもんずっと元気明るい、だからちょっと前のなんかおとなしそうとか清掃みたいなやつはちょっと違うなと思ってましたね、こんな喋んのにみたいな、いや喋るタイミングがないだけでみたいな感じだったから、もう YouTube 始めてから特にだいぶありがたいですね、うん、だいぶ素が出せるようになって嬉しい。
超楽です。うん、 YouTube 感謝ですね。親に紹介したい3人組まあ当時はね、当時はそうだったと思う。 A 型の典型みたい。確かに清楚なイメージ、今は確かに全然ないよね。こんなまずタメ口とかでも喋ってなかった、こんな配信とかでだよねとか言ってなかった。でもそれはやっぱ先輩とかいたし、そう気使ってた、緊張してた、多分ずっといつでも。今日メイクしてもらいました。昔から好きでした。嬉しい、ありがとうございます。 YouTube はでも S さんですよ、結構大きいのは。 AKB で YouTube 始めましょうみたいになった時に、まあなんか勝手に決まっちゃってたってのもあったんですけど、でも良かったですね、無理やりきっかけを作ってもらって。肌綺麗、嬉しい。湘南美容でツヤツヤにしてもらいましたでもちょっとだけニキビあったんだけど、ギリギリ隠せたけど。編集はね、ずっと最初から別の方にお願いしてやっていただいてます。S さん言うの本当に講師ともにお世話になってます、 S さんに南米可愛かったです、ありがとうございます。緊張しました、肌綺麗になりたい。私も本当に YouTube でいっぱい上げててだいぶやばかった時もあったけど、だいぶ良くなりましたよ本当に。まあなんか、まあ今さメイクもしてるからだけど、なんかねだいぶ良くなりました。だから皆さん諦めないでください、あんなに肌汚くても。なんかね、うん、なんかいい感じになりましたよランウェイ時間計算、いや全然、リハもぶっつけ本番で、今日本当に初めてあそこに行って、初めてまっすぐ行ってびっくりしました、緊張しました。睡眠大事。いや私はね一個確実に大きかったのはスナック菓子をやめたんですよ。当たり前みたいなこと言うけど、ポテチとかそっち系、悪いとは言わないですけど、なんかやっぱコンビニめっちゃ行くから目について、基本的になんか家にお菓子ずっと常備しちゃってて、で夜なんか目に入ったら食べちゃってて、したらなんか言われたの、今日メイクしてくれてる小畑って昔からお世話になってるメイクさんに、お菓子食べてないみたいな、なんか油物食べてるでしょって言われて、あポテチめっちゃ食べてるみたいな言ったら、え絶対それだよって言われて、で一旦やめたの。したら確かにあんまりニキビできなくなって、でもまたすっかり忘れて食べちゃったの。したらちゃんとまたニキビできたの。そうで、もうそっから今もう1ヶ月以上2ヶ月ぐらい食べてないかったら、顎のニキビとかね全然できなくなった。今ここだけでも、これは絶対ファーストフード食べたからな。そうでもこれは人によりきりだと思うんだ、何が自分に合わないとか何で肌荒れするって多分人によって違うんだけど、私はまずできることとして、努力としてできることとして、一旦油物でもどうしても食べた時食べますよ。あとなんかまあ質のいいやつにするとか、そうさっき来たけどカッパエビせんとか食べちゃうし、普通になるべくね減らすっていうことにしたら、あとむくみもやっぱ夜塩分取りすぎなければ朝そんなにむくまないってことに気づきました。あと夜も朝もパックするとか
パックをいっぱい大量にこういうさ一個個包装のやつはなんかめんどくさいから、これ全然あれですよ、その宣伝とかじゃない、こういう箱系のパックをいっぱい、これあかりんのやつ、こういうとにかくほら箱系のパックをこうやって置いとくとすぐ出せるし簡単なの。そうで、私夜しかしてなかったんだけど朝もやっぱパックした方がいいってめぐみさんが言ってたから、そうやるようにしました。いい感じ、パックいっぱいある。いやなんかあの日によ朝用がこの明かりのやつにしてて、夜は基本的にこれ、さっぱりしたい、さっぱりしたい時はこれで、これはメイク前、トンジョンよメイク前に使って、これは朝オールインワンマスク、その洗顔拭き取ったら洗顔にもいける、もう本当にめんどくさすぎて朝どうしようもない時は一旦これだけ貼る、あと時間なさすぎる時って感じかな。そう朝ギリギリまで寝てます、でもパック貼りながら服着替えたりしてます。そうなの、嬉しい。今どんな格好をしてる？ユニクロです。ユニクロのニットになんかネットで買った2000円ぐらいのスカート、今日は全身黒で行きました。にニューヨークさんの靴下、目のメイクかわいい、ありがとう。今日はメイクしていただきました。やっぱ自分でメイクするのも好きだけど、メイクさんにメイク、そのコバタンっていうね、もうAKB入った当初からお世話になってる、私のグラビアとか写真集とか、あと一人でバラエティとか出る時も基本的にそのメイクさんにメイクしてもらってる。そう、そうなの。安い服、ユニクロ大大大好きです。コントメイク自分でしました、コントの時、あランウェイの時は今日カラコンつけてましたよ。ねレビアっていうローラさんがモデルしてるレビアのラスタージェムっていうカラー、そうの実はナチュラルめのカラコンつけてました。でも今カラコン探し中で9点で目代わりとかやってるんですけど、今ね何個か買いました。ラルムのピンクブラウン系とか、あとウォニョンちゃんのモデル、ウォニョンちゃん使ってるのかな、パなんちゃらなんちゃらっていうやつ、何個かカラコン探し中。でもめったにしないです、音楽番組とコンサートの時ぐらいです。バラエティとかの時はしてない、今もしてないです。今日ブース全然見て回れなかった。なんかねカラコン、あメロット、あアカリンのメロットもめっちゃよく使います。でも私すぐ乾燥しちゃうから乾燥しにくいカラコン探すのは結構大変で、でも今日つけてたレビアは結構いい感じですね。普段使いは普段は全然してないです。そういう音楽番組と衣装を着て目パッチリさせたい時だけ。ドレスは4着試着しました、その中であれになりました。そうドライアイなんですよ、 TikTok 本人じゃないんですよ、だからそのうち始めるかも。チーム4のメンバー以外で S さん担当、いやでも選抜の現場とかは結構 S さん来てますよ。目悪いんですよ、目悪いのにメガネしてないの。公演は9月の後半に出る予定です。一応素敵なドレスでした、ありがとうございます。何も別にしてなかった、あーでも昨日ちょっとこう流すすっきりこうゴリゴリ系のもう手で流す系のマッサージじゃないんですけど、なんか骨の位置とかを
しっかりしてくれるやつ。本当は月1ぐらいで通わなきゃいけないんだけど、痛すぎてあんまり行けなくて、でも昨日行けグラビアの前とか本当にもう駆け込みで一応プロの手も借りました。めっちゃ痛いです。でもすごいスッキリするの、この辺中心に。うん、整体のちょっと美容版みたいな感じかな。ちょっと30分も喋っちゃった、1時間半も喋っちゃった。じゃあちょっとこの辺で今日は、もう絶対にすぐメイク落として頑張ってお風呂に入る予定です。覚えることもあるっていうのも、明日の合唱のねちょっと練習しなきゃいけないんで頑張りたいと思います。スクショタイムしますか。スクショタイムパックが映ってる。スクショタイムです。どうでしょう。よし、オッケー、ありがとうございましたということで、しばらくはなんだろうな、まあちょこちょこ収録してまだ放送されてないテレビだとか撮影ものだとかちょこちょこありますので、とりあえずは今日の TGC 見れなかった方 YouTube 上がってますので、私あのインスタのストーリーに載せてますので、よかったら見てみてください。あとは U ピンクのリップが昨日から新色発売してます。2番のピーチ、よかったらぜひ手に取ってみてください。ということで、また時間があったらショールーム配信したいと思います。あ、読んでない、やっぱ危な。タワーもいっぱいありがとうございました。1位おしゃれさん、まゆきさん、ミントちゃん、ちゆきさん、やみおじさん、つゆぴーさん、トラッキーさん、サトルさん、マサピーさん、山崎正弘さん、ありがとう。他の方も皆さん本当にありがとうございました。お付き合いいただきまたお待ちしております。ということで、皆さん明日日曜日ゆっくりできる方はゆっくりしてください。私は合唱の練習に行ってきます。ということで、またお会いしましょう。ありがとうね、またね。